画面の前の皆様、こんにちは、うつぼです。では今回も、レジデントイービル2やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、セーブポイントですね。では装備はこのままでいいでしょう。前回封鎖したここ板がありますね。ここは、しばらくは大丈夫なんでしょうかね。壊されはしないんでしょうかね。動くんでしょうかね、こいつ。では気づかれないようにこっちに行きましょう。何か蒸気が出ておりますね。多分このバルブを閉めて移動しなければならないようですね。ちょっとここはわからないんで置いておきましょう。おっ、とりあえずは動かないようですね。ショットガンの弾、本体が欲しいですね。ここには何もない。ポータブルセーフ、小型の携帯型金庫、表面のボタンを押すとリング状に配置されたランプが緑色に点灯します。すべてのランプが点灯されると蓋が開きます。ボタンは特定の順番で押してください。順番を間違えるとすべてのランプが消灯します。その場合は最初からやり直してください。ボタンを押すとランプが光って、この矢印の順番通りにやらなければいけないようですね。では1、2、3、1、2、3、4、ここが5、6、7、そして、さっきやった1、2、3、これですね。部品、小さな部品、何でしょうか。これはひょっとして武器保管庫のパターンでしょうかね。レッドハブ、あの先に進むにはバルブを取らなければいけないようですね。あそこに一体いるので、では寝てる間に通り抜けちゃいましょう。ハンドガンの弾ですね。
何か人影でしょうか。このまずロッカーを、このダイヤルロッカーはわからないですね。これはこの象の鍵ですね。スペードの鍵。では先に進んで。今のひょっとしてやつですかね。で、左側の方に音が、着地した音が聞こえたんですが、開けたくないんですがね。とりあえず、いたよりは。ぶら下がってますね。おっ！急に動くのも、ちょっとびっくりしましたね。この先も。特に何もないですね。ねえ、ないと言ってほしいですね。C4。新艦があれば、爆破できるんじゃないでしょうかね。これは。サイトバック。モテるアイテムが増えましたね。ある男の手記。新艦でバリケードの C4 は全員まとめてコッパに行った。あの先にメダルがありますね。ではとりあえず戻りましょうか。こっちの先に行ってみましょう。と、急に明るくなりましたね。今すぐ戻ってこい。何か問題が？見せたいものがある。重要だ。了解。すぐに向かいます。あそこお食事中ですね。この先はいけないようですね。ここからはしごで降りるか。こっちにもいますね。ではこの階段から降りて、
ではあっちでは食事してるやつもちょっと、おいおい、ちょっと決まったようですね。これはジョッキですね。なんか音が聞こえた気がしたんですが、あれ起き上がりそうですね。これ足を攻撃した方が楽かもしれませんね。としたら、これで足場を作って上を渡る感じでしょうかね。非常に頑丈ですね。あ、これが動かないんで何ともなりませんね。ではもう次はこれは何でしょう。赤い方、ここ何か、メモに ありましたね。ユニコーン、双子座、魚座ですかね。でここがサソリ、ユニコーンメダル。警察署上階の地図。ここ開かないようですね。ガンパウダー。後で時間があれば取りに行きましょう。
ナイフですね。どうしましょうね。ちょっともとりあえずここに置いておきましょう。ではメインホールに帰りましょう。スペードの鍵を差し込んで、マーミンさんいますね。来たか。こっちだ。見てみろ。よかった、無事だったか。知り合いか。クレアだ、一緒に来た。あの場所だったら2階から行け。東だ。了解、感謝します、警部を。マービン、かなり辛そうですね。では、ショットガンを預けて、を預けて、レッドハーブ、でユニコーンメダル、この赤い方もとりあえず預けておきましょう。でとりあえずここに、ユニコーンのメダルを先に差し込んでおきましょうね。とりあえず持っておきましょうか。で、ここにメダルを。エリオットは正しかった。でもまだ通路は開いてない。では、先取れなかったものを回収していきましょうか。ではとりあえずガンパウダーを預けて、ここを開けておきましょうか。声が聞こえましたね。新人の仕事、機械に重大な特別任務を与える。自分の机の鍵を開けることだ。6人の先輩のファーストネームの頭文字だ。ここに来なくて正解だで心配。
リオット・エドワード E。 まだ。まさか起き上がってくるんですかね。ガンパウダー、ハンドガンがガンパウダー2つ、ショットガンがガンパウダーと強化火薬、マグナムが強化火薬が2つ、ちょっとハンドガンの弾が不足しているんで、せっかくなんで作っておきましょうか。ここは金庫、わからないですね。ハンドガンの弾、6人の先輩の頭文字エリオットとマービンぐらいしか知らないんですが、どこから入ってきました？もうナイフは
使えなくなっちゃいましたね。これをに、まあ、ナイフはまだ大丈夫ですね。ショットガンの弾203、あ、ボタンが2つ足らないですね。とりあえずここに差し込んで102のガンパウダーを、持っておきましょう。あと208のショットガン持っておりますね。デビットも先輩の名前でしょうかね。エリオット、デビット。ブラナー。名札ありますね。エリオットは、N E D。名札があるじゃないですか。ここは、マービン M。 R M R もう一つ、ないですよ、もう一つが。もうあとは手作りですね。 Gロングマガジン、これいいですね。
G なんてなかったですよね。ではまず2階の東側を行ってみましょうか。あ、ライオンここにありますね。ライオンと、ライオンで、ここはタカ。はい、ライオンメダルも手に入れました。ここですね。こっちに何かありますね。また金庫ですね。ここもスペードの鍵を使って、何か墜落したようですね。ヘリコプターでしょうね。絶対隠居しますね。クレア、無事でよかった。大丈夫、ヘリコプターが急に現れて。ああ、なんとか無事だ。そのポケットに鍵は入ってないわよね。あいにくないな、で、君は大丈夫？そうね、なんとか生き延びてる。よかった。君のお兄さんは？まだ見つからない。クレア、希望を捨てるな。きっと見つかるさ。くそ、まずいな。ええ、夕食の時間ね。早く逃げろ。私はいいから、自分の心配をして。クレア、行くんだ、早く。ねえ、生き延びましょう。絶対に。なあ、マービー、まずいことになった。奴らが集まってきた。マービー、お、コグと、マービー、マービーからの返事がなくなりましたね。
とりあえず見ましょう。おっと、とりあえず距離を取って、あ、ここを閉めたんですね、そういえば。ではナイフは回収して、ここも開けてと。さよなら。
電子部品。さっきのヒューズですね。ガンパウダが来ないうちにございました。マーベイ寝てるようですね。まだ生きてる。移動の手ここにはめて、短い杖。カードキーですね。これで武器庫
かけるんでしょうかね。ここは開かないようです。ファイアゾーンに来ましたね。これを使って ショットガンですね。M870、モスバウでしたっけ。では今回はここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。レジデントイーブル2、今回もやっていきましたが、今回は、主に謎解きでしたね。ちょっと私も途中から、怖がってしまって、黙ってしまったところが結構あるので、そこのところは、非常に申し訳ないですね。これじゃ実況に全然なってないですね。実は昨日、他の実況者の方の、生放送を見てたんですが、やはりベテランの方の、方は結構冷静ですよね。同じバイオハザードや、レジデントイーブルをやっててもすごい冷静に実況して、そして、プレイも非常に冷静なプレイでしたね。見ててあんな冷静に実況できたらいいなとは思ってますが、なかなか難しいですね。では次回また、レジデントイーブル2、続きをプレイしていきますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。ウツボでした。